根性の置いてけぼりということは申しますが、何かにつけて明治の川でも ゆうべどうしたんだい、置いてけぼりだよ、来やがらねえんだなんてんで、何でも根性の置いてけぼり言った。置いてけぼりっていうところは魚は釣れるんですよ。釣れるけども、買おうと思うてと、ビクの魚持ってこうと思うと、どこかの日に、置いてけ、置いてけって声が聞こえるんだ。先にされて、置いてもんかいってんでもって、悔しがってそれを持ってこうと思ってと、めまいがしてきたりなんかしてね、しょうがねえからそこに魚を食っていつか持ってかれちまう。これはみんな、タヌキがやる仕事でしたね。タヌキっていうものはもう本庄じゃいろんなことをしたんですよね。こう天井から血のついた大きな足が出るんで、しょうがねえからそれ洗ってやると引っ込めちまう。またついた足を出して洗ってもらって引っ込めて、タヌキが遊んでったんですね。そのうちに世の中が素足くなったから、タヌキの方で足を洗ってよしちゃったよな。しょうがないもんね。本庄の割下水に浅い旧の神という天が直参な旗本がありまして、直参というのは、家康公の直の家来を直参と申しまして、私も自分のおじいさんは直参でありますけれど、せがれがみんなしょうがないんでな、一番姉妹が直参がこういうような具合になっちまったんです。どうもこの天が直参で1500石の旗本とくりゃ何不自由はなかった。で、奥さんとご自分の間に今年3つになる女の子がいた。これが綺麗な子で、卵を剥いたような子で、この子が年頃になったらどれだけの美人になるだろうと、夫婦の者がそればかりを楽しみにして、それが、その急にその包装ってやつにかかったんですね。今はこの包装にかかって気量を悪くするしかないが、昔はよくこの包装と、ために家紋が変わっちまうのがだな。橋川命定め、包装は気量定め。三つの時にこの娘が包装にかかって、そしてもうひどい、もう馬暴走って言った。だから、これ助かるかと思って、けれども、助かったもんですからな。ああ、これが娘かな、どうも。なんて顔になったんだろうな、って、4つ、5つの時に、座敷をかけて歩いて、何かにつまずいて、さーっと飲めるって言うと、より石がどんどん起こって、それに飲むということ。そうって、かかっている、夜間がね、時代に、たーんと落ちたから。下が死ですよ。死のとこに顔を持ってて、やけどしたとこに逃げる役が、たーんと泣いてたんですからね。だから、たまらないでしょ、これはね。何しろ、やけどもやけど、ひどい。それ、いろんな死の中に顔を入れちゃった。これはもう助からない。しょうがない。もう虫の息になっちまった。思っている程度人間ってもの不思議なもんだ。寿命ってもの。この子は助かる子じゃない。こういう顔になっちゃう。しょうがない。これ死んだ方がマシだと親が思ったけれども、それが、命だけは助かってくる。だから、それを見て奥方が、情けないと思って、この子の顔のために苦労をして、この世を去ってしまった。五つ六つとなってくって、顔がだん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 怖くなってくる。そして浅井の殿様は、
奥方には先立たれるし、ご自分が可愛い子だから面倒見よう、この子供と一緒にとも、それがそのそんな顔になっちゃってるんですから、それに入ってうちで睨みられるってと、ブルブルと震えるんですよ。震える子と一緒にはいられないしね、気持ちがあるって。だから面白くないから、やっぱりこの吉原に、遊びに行ったり、山口どもへから、半蔵松葉に送られてました。その時に出た花魁があって、お食で高窓という、とても大した、器量のいい女で。それがこの浅井の殿様に出るって言うと、この浅井の殿様っていうのは、男っぷりが良くて、年はまだそれほどでもないし、それに、ちょいと三味線が持てて、いい喉をしていて、しで、旗本の殿様ですから。で、花魁の方で、この人は本当に優しい人だ。侍と来るって、なんだあの、いきなことを申して武士に向かって、何度言うのがないんだ。優しく物を送る。死で金を使うから、女の方でふらふらっとしよう。足だ履いて首ったけどこじゃねえ、もう、酒米の手屋に上がったよ。御前は私身受けをしてよ、何度言われる。どうも、殿様も、自分のうちが、女っ気がなくちゃしょうがない。まして自分も悪くないと思うから、この、おいらも身受けをすることになった。それまでにも、大概、もう使い尽くしちゃった。その結果、そのおいらも、試着料で身受けをした。昔の試着料。で、仮親を立てて、それで、この奥さんとしたんですね。八つ子のストーンとママハガの手にかかってくる。それがまたどうも実にものすごい。だんだん怖くなってくる。よその娘は嫁入りだかりてが、この浅井の娘は化け入りだかりてんで、もう、16の時にもう、うちのものが怖いんですからね。昼間見ると口が切るように怖い。で、つまり、口がどっちにあるんだか、鼻がどこにあるんだかわからなくなっちゃったな。ただ息をしているから鼻だと思うよ。そういうような顔で、16になった。そうすると、とにかく、そろそろ使いすぎちゃってるから、もう、奥人間もいない。だから、この娘が、ゴンスケの代わりもすれば、女中のか、何でもしている。気は優しい娘だけど、顔がそんなで。だから、暮れ方なんだ、どっかに物を買いに来たって、豆腐屋なんか前に来てて、みんな、ずっと、並んでいるとこに行って、私にも、つって、そっと入ってきて、やーってんで、みんな逃げちゃう。で、いつ買いに行っても空いてるところへ買いに行く。何かその得のあるもんですね。16って言うとね、息子、もう昔の16という娘は、もう本当に時によりはもう嫁に行くというようになった。毎町の夕屋の2階で東八軒の会があった。その時に浅井の殿様が遊びに行った。この笠屋の職人で伊之助という、今年21になる、伊之助といい男で、浅井の殿様が、この伊之助っていうのは、剣がとてもうまい。で、気に入って、知事面倒見て、いの、あ、そうなりますか、うん。今夜よかったぞ。うん。よくあそこで勝ったな。どうも、よかったな。あんなんだ、初夜から来
7年になったこの手には足らなかったな。あーっと入り具合になるの。かかっていって、7年になった。ああいうとか、いいの、おめえはいいぞ。ええ、どうも、おかげさまで。うん。今、どこにいるんだ。友達のところにおります、ね。うん、友達のところにいるんじゃなんだな。家賃だなんの払うんだろう。ええ、払います。うん、食いぶちもか。うん。母さんは何か仕事できんのか。その意味は友達のうちが狭いんでね。ああ、母さんは干すのに骨折れるんですよ。そうだろうな。どうだ？おめえ、俺のとこ来ねえか。え？うちはな、何もねえ、ガラガラの屋敷だけどもな。ああ、白いんだ。母さんは干すとこあるからな。で、まあ、食うな、うちで食ってりゃいいやな。そうですか？うん。それからなんだと、時々かかるの用意してやるな。へい、用意します。で、伊之助のやつが、その晩から、浅井の殿さんの厄介になった。それが11月の半ば過ぎた時分、その晩は馬鹿に寒くて、殿さんは、お留守居役です。その晩は、お屋敷にはいない。奥さんと自分と二人きり、ピャーと吹いてくる風に、玄関に寝ていたけども、寒くてたまらないから、寝床を引きずって、そうして、中の前に参りまして、布団をかぶって、しかし、着ているあるだけの着物を着て、桃式を三足履いて、そしてなんかこう上にこう首巻いてね、寝ていて、まるで、こう、かつみ前が木倒れになったような格好をして、寝ていたんだけども、どうにも寒い。いのや、奥さんとこなんですか？うん。お前なんだね、どこに寝てるんだい？中の口に寝ております。中の口か。中の口はダメだよ、そこは。うん。去年の嵐でね、悪くなったんだけど、お手入れもしないからな。もう穴が開いてんだよ。うん。だから時々犬が入ってくるんだね。うん、来なかったか、犬が。あ、そういや、さっき、ふんふんってな、犬ですか、あれは。なんだか、その耳元で、変な、こう、鼻息がしてた。ああ、そうですか。これは寒いね。寒くだな。お前、風邪ひくってとね、私が、殿様にすまないよ、お前様なんです。そらくに扱ってようでね。うん。だから、もっと奥行って、おやすみな。ね？うん。あの、娘のところで寝なさい。ああ。どうせ、なんだ、女だけど、年頃だけども、あれいいんだからね。うん。あの、化け物みたいだから、あそこへ行っておねよ。もう手があったかくなりましたよ。なんだ、あったかになった。あったかになるわけないじゃない。僕行って、娘のとこ行ってもね、あんな顔なところに入ってって、この夜、冗談じゃねえよ。けど、どうもその奥さんが出て行ったとこに行かないって言うと、なんだか逆らうよ。それじゃあ、ってんで、あんどんが暗くなってんのを幸いにそーっとその8畳の座敷に入って。絹張りの、ぼんぼりがついているのが暗くなっているから、幸いに、そいつ、入って。お嬢さんすいませんけど、ちょっとこの味入れて願いしていただきたいんで。私がこんな顔で、いくらなんぼなんでも、これでも旗本の娘なのに、
とこの女の骨だかわからないものは私と一緒に寝かせようと。おっかさんもひどい人だと思ったが、利口な娘だから向こうを向いちまってそのまま小さくなっていて、そこに猪子が若く入ってた。線と違う。今度やっぱあったかい。ね、布団もいいからね。やるいい子もちんない。寝るってえとこれが寝言を言うね。なんか蹴るし、どうにもしょうがない。だから、娘は小さくなって寝ていた。ほんと気がついてみるともう夜が明けて、娘は隣におりません。あ、お嬢さんはもう働いてるんだな。しかしね、よく働き娘だが、その顔を見て大変だからな、あれはね。あんな顔ってやないよ。見たところもって死ぬまでもなんかゾッとしちゃうんだからな。タバコを見るってえと、死が、炊き落としの死が少し入ってで、タバコ入れが置いてあると、タバコ入れの筒から後ろを抜き出して、タバコをこう詰めて、そこに置いてある。これは臭をつけてあげたいけれども、人目があるから、私は臭をつけてあげないのよ、気がねえわ。なんだこの、お嬢さんがこれ、タバコ、これつけたのかしら。なんでつけたんだい？おかしいな。ゆうべ俺、夜中に、寝ぼっけ、なんだか、こう、夜中に、ほっ、さあ大変だ。かあ、飛んだことをしたと思った。もうしょうがない。え？明くる晩になると、殿様はこっち、お帰りになって。いや、ゆうべおめえ、娘んとこで寝たんだってな。いいだとうだな、おめえは。よく寝られたな。ゆうべね、泊まって今夜あそこ行かねえってと、向こうで、そのああいう顔だからな。悪く思うから、ね、今夜も行っちゃうな。言ってんだよね。またその晩、お嬢さんのとこ行った。しまいや、猪子坊のやつが。毎晩てめえから行くようになった。二月三月は袖でも隠す。ついに、隠されぬ岩田帯という姿になってきた。こういう治療でもってポテレンときたしや。どうにもしょうがない。人のいないとこに猪之助を呼んで、猪野さん、あたしゃ、赤ちゃんができてね、一月だよ、もう。え？どうしてできた？どうしてできたってお前ちゃんに覚えがあるだろ？あ、どうすんの？あたしゃ、おっかさんが違うから、これが分かっちゃ大変にひどい目に遭うの。あたしどっか連れて逃げてくんないか。それはダメでしょ。それはダメだ。よそ行ったよね。おめえ連れて、さあ行かれやしな。行かれないったってお前さん、私はうちにはいられませんよ。この屋敷にいたんやさ、どんな目にあるか知れない。私連れて逃げてさ。お前さんどうして嫌なの？お前さんが嫌なら私は、自分で死ぬよ。死んでお前さん、化けて出るから。化けて出るったってね。どう化けるんだよ、お前は。化けるはねえじゃねえか。仕方がないから、娘の手を敷いて、
夜遅くなって、自分のおじが、安倍川町にいますから、その浅草の安倍川町のおじのうち、路地の一番奥、おじさん、おじさん、あ、誰だ、おう、猪子か、うん、あ、入んな、入んな、うん、あ、いや、スッと開かねえぞ。ああ、叩き戸があるんだ、その戸はな。ああ、上を二つ叩いて、下を一つ叩くんだよ。家賃がやってねえから、親だってな、直してもくれねえんだ。え？どうしたい？え、今頃。ここに早く帰ってきて一杯飲んでんだよ。うちのババアに借金しよった。内緒があるから自分で飲んだらいいだろうってんだな。まあ、仕事があったから今一杯飲み始めてんだ。おめえなんだってのは浅井の殿様のとこにいるんだってな。しかしなんだな。俺、ここまで行ってな。殿様にどうも、世話になって、伊之助のやつが何ですけどもお願い申しましたら、いや、伊之助は俺は好きなんだから。なんとかしてやりたいんだけど、どうも都合があり。今に蔵前が入ったらば、笠井の店でも持たしてやろうって言ってた。え？殿様にお世話になったこと忘れちゃいけないぞ。あの時にお茶をあがんなさいって声がしたから、はいって飲んだら、あの娘だろ、あれ。え？名代の。なあ？はっと見て、おめえ、おらね、大変なもんに驚かねえよ、おら。で、あの娘に驚いたね、おめえ、死ぬまでおめえ、ダーってして、おめえ、ぶっ倒れるとこだったよ、おら。え、俺はね、よそばぶりしてるから、ずいぶん怖い思いしてるけどもよ、ずっと我慢しちゃったけども、いや、ひどいな、あの顔は。あそこにいるんだから、てめえも随分度胸が良くなるな。今夜どうしたんだ、大変遅いじゃねえか。え？友達と女郎会にでも誘われて、吾妻橋あたりから逃げてきたのか？はーい。はーい、吉原なんて行くなよ。な？色でも腰やよ、色でも。あの辺はおめえ、旗本の随分あるじゃねえかな。女性だとか娘だとかもいくらもいらんの。そんなもん、こしらえとけよ。それじゃ、ただと思っても遊べるじゃねえかな。そうだろう。女だって別に悪くはねえしよ。いいじゃん。色が一番いいぞ。ええ。その色について、ちょっとお話しに来たんですよ。なんだい？寒くて寒くてしょうがありませんから、弱ってると、旦那はいなかったんですけど、その様の時に奥さんが、あの娘さんのところに行って、寝ろとこう言うんですよ。なんかと言うなよ。死ぬまでさえぞーっとすんのに、夜あの娘のそば行って寝られるかよ。出ないと奥さんしくじっちゃうからね、仕方がないか言ったんですよ。で、どうしたんだ？言っても、砂が変わってなって顔を見ないようにしたんですよ。で、どうしたんだい？そうするってと、この油の匂いやなんか、ぷーんとしましてね。誰の？あの、お嬢さんの。頭につけてる油。頭つけなんてあらへんねえじゃねえか。でも後ろの方に三度止まりあるんですよ。で、顔はあんなですけれども、体はやっぱりお嬢さんですからね。だって変なこと言いやがったな。顔はあんのですけど、体の方がお嬢さん。
おい、おい、てめえ、気持ちいい時のまずいもんなして、あの化け物を退治したんじゃねえか。そうなんす。退治だ。お前が大変なことをしやがった。おい、ばあさん、あの化け物退治だとよ。嫌味中太郎だね、お前。あんなおめえ化け物をそんなことして、もしおめえ、あと行けしめえ。すが、ちょいちょい、行ってたんです。ちょいちょい。子供でもできたらどうするんだ。すが、できたんです。できた。じゃあ、連れて逃げてきてって言われたら、どうするんだよ。連れて逃げてきているんですよ。冗談言って。日之助はおじんとこにいられないから、この娘を捨てて、行方不明になりました。この娘が悔しいってんで、子供をまだ産まない前に、子供が腹にいるうちに、割りやすい飛び込んで、そうして、こう、日之助を恨みまして、その資料が方々へ化けていきますんでな。日之助はどこにいるかわかんないですな、化け物でもね。だから悔しいからずっと化けて出ている。何しろそういう顔でまた化けて出たんだから、大概のものは見えました。浅井の化け物娘という、本庄の話でございます。